こんばんは始ま。始まりました竹テ。竹照レボリューム七十ということで。うん、今回も椿本さんとお届けします。よろしくお願いいたします。<laughs> ね始まりました。74はい。七十回目。びっくりですね。いやいやいや。いい、もう、これも。皆様の応援のおかげで。 こんなに続けられております。つばきもつさんも、なんだかんだ毎回来ていただいて。いや、嬉しいです。元気ですか。元気にやらせていただいてます。はい。まあ、でも、武郎さんもお忙しい中。なんか、ちょっとスッキリしてますね。本当ですか。あ、調子いいですか。調子はむちゃくちゃいいですね。はい。調子良さそう。はい、武郎さんも。結構、スッキリされて。なんか。いや、わ、私はもう相変わらず、本当に何も変わらず、せっせせっせと。 こう仕事に打ち込んでおりますがつばぎょさんなんか雰囲気変わったね本当ですか僕も変わったつもりはないですけどえどの辺が変わりましたなんか、うん、お金持ちみたいになって <laughs> <laughs> なんか今までは割と<い>自分現場に行きますみたいな現場でやりますみたいな感じでちょっとなんか稼ぎ出したな <laughs> てそれ今 久しぶりに会って、久しぶりに会って、醸し出してます？ちょっとなんか、本当ですか？洗練されてきてますけども、まあ確かに、まあいいことだ、そうですね。まあ以前よりは見た目出した。まあ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 ありがたいです。それもこれも、なんかセットもちょっと素敵ですよ。普通に可愛くなりましたね。可愛、そうですね。いろいろ曲折、この74回もやってますと、こういろいろ減るわけですよ。なんかまあ。 いろんなこう試みというか、まあ瞑想と言いますか、瞑想、南の島みたいになってみたり、ありましたね。分かんないけど、そういうのを経て、普通に可愛いお家になりました。ねえ、七十四回目にして、なんかあのおめでたい雰囲気もね、ちらほらつつ、あメリークリスマス。おメリークリスマスね。クリスマス皆さんどうですかクリスマスは？なんかクリスマスっぽいことしましたか？まあまあまあはい。 まあ皆さんもそうされてるんじゃないですか。タケさんはどうなんですか。俺は一切してない。ケ、えー、ーキも食べてないし、しいなんか二十五日の朝からお祓いした。ええー？こうやって神瓶を垂れて。本当ですか？こうやってやって。お祓いしましたけど。<ー>いや全くしてないな。何にもしてない。でもま、サンカさんも来なかったし。うんそうか。で町の雰囲気はね、割ときらびやかで。 やっぱそうなんですね。<ー>まあそれも見れてないでですすよ。本当、うん、う私クリスマス大好き人間なのにもですよねただまあさまざ、あ、まな事情でお祓いをまあ仕事をしてましたけどね,仕事ですねメリークリスマスメリークリスマスなんかグッズみたいなのもたくさんあるけどもあ結構ね飾ってますよねこれまだ買えんの

コメントはね。見えてますけども。ね、皆さん経てらっしゃるんじゃないでしょうか。風邪引きました。そう、今めちゃくちゃ風流行ってるから、気をつけてくださいね。いや、本当ですよ。ラインしていただきありがとうございます。メリークリスマース。うーん。うん、まあまあ見れてるということで。よかったですね。なので、まあ、ちょっとずつ、まあ、感覚を思い出しながら。長けてる七十四、一年ぶりになります。 思い出す感覚などないけどね。本当ですか、うん。別にそんななんか。<laughs> 感覚を研ぎ澄まさないとできないこともないし。<laughs> 本当ですか。さすがです、うん、別に、うん、ありのままのね。ありのままでお届けしていこうじゃないかと。はい。いうのが、こう、たけてる七十四回目でございます。はい、早速、コーナー。いきましょうか。ええー、佐藤健、近況のご報告のコーナー。近況のご報告です。はい。 えー、武さんの近況をご報告いただくという、ええ、コーナーでございますフリップをご用意させていただきましてこちらでございます、えー「義母と娘のブルースファイナル2024年金河新年スペシャル」月日日火曜日夜9時放送おいしょこれはだからもうもうすぐですね僕たちもまだねてかまだ完成してないのかな編集してるって言ってましたよ本当ですかこの前なんか打ち上げみたいなのやって ギバムスの,の長かったんで、えー、それででもまだ編集してるって言ってましたねえー、じゃあギリギリまでクオリティーを上げる作業ねもちろん,んでもね今回面白いと思いまして台本読んだ時すげえ面白いなと思った本当ですかまあファイナルだね。どうなんだろうなと思ったけども<ー>いやもう納得の、うん、納得の終わり方だったまあこの終わり方しかないというかそうそうそう、えー、でしたね なんか改めて見どころというかタケルさん的にここ注目というのがあれば、まあ、まあ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 、うん、あれですよ義母義母じゃねえや娘はい、ミユキが結婚するんですよ、うん、結婚するっていうことはそのお母さんアキコさんからすると、うん、そのもう娘を送り出すってことじゃないですか、はい、それってまあ非常に嬉しくもあり寂しくもありじゃん、うん、なんかでもその だからその結婚すると秋、うん、子さんが一人になっちゃうから確かに、うん、美雪はもうなんか結婚しないとか,だから言い出すわけですよ<ー>なんかそのお互いがお互いを思いやってるまあ愛情というか、うん、そういうのはやっぱ引き続きグッとくるものがありましたね 確かに今ちょっと話聞くだけでもそうですね確かに泣き出してるじゃんちょっと待ってくれちょっと待ってくれ聞いたことがない何を思っていや本当に子供の時のマジかよ本当にマジかよそんな一面あったあんすよ大好きですから74回目にして初めて知ったそんな人間 見あうれるところがあいやでもだからファイナルってなんかどっかずっと続いていくのかなみたいなあの感覚ありましたけどなんかねいいよ俺もその本当、まあ、男はつらいよじゃないけど寅さんみたく本当ずっと続いてだから寅さんみたく毎回こう恋をするんだけど振られてみたいな、はい、なんか麦田もそう毎回毎回振られ続けてでも諦めないみたいになっていくのかなというか思ってたら。 ファイナルって言っててびっくりした<ー>ちょっと待ってくれよ、うん、こんなもう今この時期にファイナルされたらもうさすがに絶対チャンスねえじゃんってあ麦田の恋,恋模様がね、うんうん、思って台本読んだんですけど、うん、まあちょっと応援を楽ししみにして,てくださいい,いす、ねはい、ちょっと私はまあちょっとやってまいりました、うん、ちゃんとビシッとやってまいりましたんで見て,見てください1月2日の放送を。 フリパはお預かりしますムギタも長く演じられて結構タケルさんが歴代演じてこられたキャラクターの中ではなんか珍しいじゃないですかなんでグッと来たのどこにギボムスのところに自分のプライベートのことでグッと来たわけじゃなくてあ全然撮れないです作品を思って思ってます嘘でしょいや本当にそんなギボムスの間ギボムスアヤがあったですかありますあります嘘でしょ 一番好きぐらいかもしれない。一番好きたけびさんの。知らなかった。いろいろありますけど。はい。テロップで情報をおしておきましょうか。テロップテロップが出るんですよ。今回。ビジュアルとかテロップとか出る。どことこちらでございます。リモート娘のプレスファイナル2022年金河新年スペシャル。 全く同じ情報のテロップが出た。一応ねおさらいでございます。夜九時からです。じゃあよろしくお願いします。お願いします。フリップとね同じようにちゃんとテロップするっていう念押しです。はい。変わらず。ということでございます。まあこれに絡んでということで二つ目の近況でございます。こちらお願いいたします。バナナマンのせっかくグルメ新春スペシャル出演。毎回やらせていただけるんですよ。 ギボムスの番宣であの「せっかくグルメ!!はい」今回も行ってまいりましたああそうそうこのタイミングで出るという出ますよ 1>, え1月2日午後5時から9時まですごいねというだからもうギボムスの直前ですねあもう直結です、まあ、割と割ともうほぼもう2日はぜひみんなで TBS を夕方から見ましょうっていうことですそね。いうことになってきますね。 ちょっと覚えてません。遠くいや、そんな遠くでもない。日光だ。あ、日光いいですね。あの、どのメンバーで行かれたんですか。えっとね、綾瀬さんと竹内さんと、三人で行った。すごいですね。でも前回もそうだったんじゃないか。そうそうそう。前もやったんだよ。毎回おねえは非常に楽しい。はい。食べ美味しいもの食べさせていただきましたよ。 は見どころ的にはそういううまいもんが、はい、印象に残ってるもんありますか、うん。何？美味しかったもの。あんま言わない方がいいですか？いやそれはな何を食べれるんだろうっていう,あそ,う、ね、その番組ですから。うん、ここで僕がこれ食べましたみたいなこと言っちゃっちゃいかんのよ。確かにね。そう,う。なので、えー、ギボンボスの前見て、夕方からね見て、見ぜひご覧いただきたいなというふうに思ってございます。続きま,ましょう。うこちらです。 日曜劇場トムビ一挙再放送決定。お<ー>おこれは。そうなんだ。これはすごいですね。澤木さんこれちゃんと見たことないでしょ。トムビトムビは見ましたよでも。マジで僕ははい。これこそ本当に、うん、死ぬんじゃないかってこれ泣くよ。うん。これちょっとちゃんとみ見,見たまあ。 見たことない人ぜひ見てくださいどうでしょうね皆さんこれやばいよだから、えー、年代的に、うん、2013年に放送されたと2013年だからもう10年前だ年、ね、ちょうどいやこれはねもう前はマジで前は号泣今回<す>ギボムスのファイナルがあるので、うん、それに向けて えー、まあ上昇と言いますかね。そういった形でトミを見ていただければといますね。ああ、昨日29、31。なるほどね。地域によって異なります。やると。まあこれ見ましょう。うん、年末でお家でゆっくりされている方は、うん、これもずっと放送してますんで見ましょう。これは。まあ確かに前はね、結構感動ありました。すごいんだからね。最後行きましょうか。こちらです。 映画四月になれば、彼女は三月二十二日公開。おお。あの、本当に随分もう二年前ぐらいから撮影してましたけど。あ、結構長い、ね。撮影多分二年前とか、<ー>すげえ前に撮ってました。これどちら、どんな内容なんでしょうか。こちらはね、うん、あのね。ラブストーリーです。ラブストーリー。まあ、だから恋愛とは何かというか。その。 恋愛っていうものに対してこう主人公がんすか言かん,ななんですかそれをこう探しに行く、まあ、原作が「4月になれば彼女」って川村元気さん書いてる小説があるんですけど、うんはい、でそれの,こうええあの映像化なんで、うん、なまあ本当恋愛の全てが詰まってる、うん、苦しいこともキラキラしたところも嬉しいところも。うん 入ってるようなだからまあそ,ろそろそろ僕的にはこれの宣伝活動みたいなことがぼちぼち始まりだ出出す感じですかね。そうううででですすすすねねもも次の春ですからぐよ結構ホームページと出されてる情報を見ますと結構世界中をこう舞台にしたみたいな。スケールなあの、ね、はい。のあ俺は行かなかったんだけど、うん、その撮影クルーはもうそれこそろウユニ塩湖ボリビアとか。おお チェコとか行ってましたね。はい、それでまあ撮影期間がすごい時間がかかったんだけどね。なるほど。あの映像日っていうか監督もあるね。<の>そう映像めちゃくちゃ綺麗ですよ。ね、山田智久監督って今回が初めての映画なんだけど、はい、でもそのミュージックビデオとかそのえ、はい、なんつうの CM とかそっちの元々監督で。 米津さんの「レモン」とかの監督ですけどめちゃくちゃそう映像はきいですね。うん、でそこでまあ恋愛が切り取られると。うんうん、ん期待大ですね月日公開とい,しますいうことでぜひチェックしていただきたいなと思っております。えー、ではコーナー締めと続いてのお知らせ VTR の振りお願いいたします。えー続きまして えー、以上近況報告のコーナーでした続いてこちらの VTR をご覧ください「い10年ぶりですす伝えたいいいことがあってて手紙を書いていま冬にプラハアイスランドあなたと行くはずだった場所をめぐりやっと分かったことがあります」 年末感謝の特別企画、佐藤健があなたの街に、家に、え、部屋に、何ですかこれは。はい、視聴者の皆さんからですね、はいえー、事前に健さんに行ってほしい場所、お<う>あるいは来てほしいそんな場所の写真を、えー、募集させていただきました。ほう、えー。皆さんの望むファッションに健さんがお邪魔しちゃうじゃないかという。 年末特別企画でございますふむふむ武井さんお気づきでしょうかちょっと背景がこれ見てる人は意味わかるでしょうかね何も持ってないってことこれすごいよ、ね、これすごい今ね、これ私グリーンバックにいるんですよ一回グリーン見せてみましょうかこんな感じです <laughs> これいいですよあの <laughs> さっきまでは本物にいたんですよそうですね、今ちらっと見えてますで、さっきはなんかこう、はい あの4月になればあのトレーラー流れて最中に移動してくださいって言われて移動してきたんですよ。うん、それで座って画面見たら全く同じところにいるみたいだったからすげえな、うん、ちょっと戻してみましょうかうんいやーおお<ー>すごいリアルタイムで合成ができちゃうなるほどねまあよくもうでもグリーンバック結構体験されてますよね,ね<ー>まあもちろんそのー作品で CG とかある時はもう絶対出てきますから。うん そうです、ね、これをいやで竹照で,でこのこの装置をやってるのいやまあどんどん進化していこうという意識の、ね、確かにこれがあれば家からできますからね <laughs> あったかも家で撮影家のようにそういうことじゃない本当そうなってきますよももうこれいいじゃんもう一緒じゃんいや若者とこれ、うん、すごいねすごいですよ このシステムを活用して皆さんからいただいた写真を背景にはめてみて、えー、武さん、いろんなところに行っている気分を味わっていただこうじゃないかとおうおうなるほど、いうことでございます。では早速最初の目的地へ移動させていただきたいと思いますので、<お>武さん準備はよろしいでしょうか。わかりました。<あ>大丈夫です。参ります。最初の投稿です。先日ながらちょっと私の方がご紹介させていただきますね。では写真お願いします。こちら。こっちがいますね。 まあまあこれから行きましょうか。いやまず熊本城が出る予定でした。もう全部言ってる。<笑><笑>もう全然こっちから行きますよ。ああ、出た。出た出たありがとうございます。はい、えー、らぎさんから頂戴いたしました。はい、昨年と今年2年続けて熊本へ行くご縁があり、流浪日本ゆかりの地へ足を伸ばしてきました。 コロナ禍を乗り越え観光客も戻ってきた熊本城もすべてが暖かかったです。再来年のカレンダーは熊本とかどうですという投稿を頂戴しております。すごいね。でございます。えこんなもう綺麗なってんの？ね。マジで？以前ご覧になった時ってどんな感じだったんですか？まだねその復旧中。うん、本当いやでもこれ今の？本当？ 今あの昨年と今年2年続けて行かれたということですので<お>今年でしょうかすごいねもう空も青いめちゃくちゃいい天気で映えてますね山本城にやっでよ<し>まああの驚きのシステムがまだまだございましてこれ移動ができるんですねちょっと天守閣まで行ってみましょうか。 おお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 おきましたね一国一城のあるじすごいああああおおいいですねおおお <laughs> あ屋根登っちゃって最高じゃないですか だからまあ通常ではできないようなこういう体験が皆さんの写真をいただくことでできちゃうというような趣向の絶、ね、<No. S 2> 絶景絶景コーナーナでで、ございますで。天守閣といえばって話ですよね、うん、先ほどの投稿をご紹介させていただきましょうか、まあ、ちょっと一瞬映りましたけれどもでこちらの写真ですどうぞ。 えー、シノップ参加いただきました熊本城のお帰りメッセージをバックに帰ってきたよただに待ってお願いしますいい、ね、熊本またいらしてくださいねということでございますいえ、ね、こちらこそありがとうございますだけどこれはこのメッセージはえっとこれは私の直筆でございます、ね、これを飾っていただいてるのかなお城の中に、はいえー、そうですね光栄でございます、ね、ありがとうございます、ね、なんか 僕も一回プライベートで熊本城行って、うん、あの実際に拝見してきましたこのメッセージあマジじであざっていただいてるんですよ、ね、結構ね武さんだけじゃなく熊本にゆかりのある方の皆さんのね、あのー、ありがとうございますメッセージがあってということでまずは熊本にご旅行に行っていただきましたいや熊本に行きたかったんで、うん、よかったです続いてのお写真参りましょうかこちらですどうぞおっと タケルくんどうこうこれ、えー、ジュリーさんでございますタケルくん椿本さんまたここでバースデーイベントなんてどうですかという投稿を頂戴しておりますご記憶にございますかえおあれその埼玉三里市文化会館、ね、私がこの前イベントをやらせてもらったところかしらそうですでもあれも三十歳の時だったと思いますよ <laughs> ジベタリアンじゃないですか <laughs> <laughs> 俺高校生の時マジでこういうところでこうやってあの座ってダンスの練習してたわえー、だからちょっと鏡じゃないですけどねこの鏡でやってたわマジで場所は三郷市じゃないにせよ場所は春日部でしたけども懐かい今めっちゃこの今のこの画面の中の自分が懐かし,懐かしいわ 高校生のころ思い出すわめちゃくちゃ馴染んでますねめっちゃな染んでるこんな馴染むんだ最高ですね三郷市文化会館でございますはいもうずっとこれでいいんじゃないっけマジでいやすごいなすごいでかこう床とねこんな馴染むんだ服の色合いもうん 言ってもおかしくないですなこれね、うん、とあとこの三郷市文化会館、はい、これその何こんな人いないことあるんだ, <laughs> だって今そこ狙って取られたのかねちょっと分からないです空も結構明るいですけどこれマジで絶好のストリートダンス練習スポットになりそうなもんですけど本当です,、ね、ダメですこういうところで練習しては。 人に迷惑かかりますからねそうですねまあ僕もちゃんとあの夜で静ま皆さんが寝静まってから練習してましてなのだ高校の時はまあやるんだったらその時間にとそうそういうことでございますこれ次の投稿なんですが、えー、武さんこの場所お分かりになるかなぁと言うところは,はい。なん<こ>で,でしょう。まずお出しますねドン。<laughs> 奇跡的にまた馴染んでますけれどもわかりますかこれこれあれでしょしゅうよ原宿うん、うん、その辺です <laughs> あれじゃないその。えっと A で、うん。で、なんつうの？ちょっとお洋服をか、うん、か飾った場所じゃない？さすがです。マサミさんです。タケ店長、うん、もう一度 A のお店開いてくれませんか？うん、一生懸命働きますので雇ってください。お願いします。いいよ。いいや。<laughs> はい。あ、<laughs> いいですね。うん。すごいな。渋谷で陽気なんだ気持ちいい。<laughs> ふ <laughs> 普段できないですもんね,ねからこんなことうう渋谷で寝そべるなんて職務質問受けますよそんなんしてたら大丈夫ですかこれ座布団は用意して寝そべってるってことですからうん,うん A の「ポップアップのお店でございます、ねはい、まあ是またやらせてください機会がありましたらたけるさんにゆかりのある場所ということで続いておりますが。 今度はこんな場所でございます、どうぞ。はいあ<ー>これはもう一目瞭然ですよね。えー、レイさんでございます、武けさん、椿山さん、こんばんは。武けさんといえばやっぱり謙信様、ロケ地巡りで一番印象に残っている場所バックにいかがですかということでございますこれはあのー、私がこの橋を飛び降りましたね、はい、間違いなく。 パートワンの時に、ワイヤーでカメラマンと一緒に飛び降りました。うわ、すごいな、えー。そんでこうカールドノを作った場所ですね。うん。はい。こう写真で見ると本当高さありますよね。高いですよ。ね。ちょっと上行ってみましょうかな。ね、あ、行きましょうか。うん、ね。いやでもこうここうこうこ,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 こでこうやってこ飛んで、うん、マジマジこう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 飛んで。<laughs> <laughs> シャカッと着地してシャッと見てホッ <laughs> と構えた、うん、そういう、はい、シーンが「うん、ル,ルーニケンシンのパート1を見て頂ければ、うんえー、ありますで。今回ちょっと座布団がねセットで動いてますんで面白くなっちゃってますけれども。ということでございます。うん、続いいてもロケ地でございます。こちら。 あこれわかりますかこれファーストラブじゃないですかそうなんですよネルミさんえタケル君ここがどこかわかりますかファーストラブのロケ地に行ってきましたここに座るタケル君また見てみたいなということですのであもう座りますよリクエストどうしようがないな <laughs> すごいちょっと大きくああいいですねはいこんなもんじゃないああ。 あ、<laughs> す<っ>ごい<笑><笑>やっぱさすがグリーンバック慣れてらっしゃって、うん、ももうう馴染むのがもう病ですね。確かにここのシーンも名シーンでよく覚えてます「ファーストラブ」。ね。 そう、八重の寝顔を見てるところですねそうですよね非常に僕も好きなシーンなんでね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと趣を変えて別の投稿でございますこちら <laughs> おさえー、さんでございますね最近行かれましたってシンプルなメッセージでございますスキヤは俺はね最近はもうウーバーイーツですねお実店舗ではなく <laughs> あのね最近はマジすき焼きばっか食ってる ええー。すきやかすき焼きをね始めたのよ本格的に。そうなんですか。へ、うん、えー。すき焼きがマジで届く家に。そればっか食べてます。<laughs> ええー。美味しい。今も,もすんごい馴染み方ですけれどもね。う,ん、うん。ちょっと入れないんでしょうか今ね。うん、いっぱいで。うん。そうですか。キムチ。トン。いやキムチトントンは投げちゃったからね。ね いやーもう,あれしうなくなっちゃったね。また作ってほしんのよ。あ,あれのキムチとゴマがうまかったんですけどね。なるほど。うん、ということで最近はウーバイツとということでございます。ーーすます今度はまあ今風景が多かったですけれども、ちょっと趣を変えてこんな投稿を頂戴しております。まあゆかりのある場所は場所です。どうぞ。なにこれ。竹 <laughs>、えー、さんつばきさんこんばんは。竹民ゆっちさんでございます。 たく、えー、さんつまりさんこんばんは竹友ちゃんと念願のランチしかもロケ地でここどこだかわかりますか、えー、息子4人の子育てに追われる毎日友達で夢のような時間を過ごせて超メガハッピーということでございます <laughs> 最高ですねうんいや嬉しいと思いますようんこれだから場所は特に俺は知らなくていいところでしょう。 え場所は答えを言いますとムギちゃんが告白した場所がすぐ近くにあるということでございますロケ地巡りもできましたという投稿でしたいやーだからまさかね自分たちのこの記念写真にパケルさん合流いただけるということでまあ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 ねいいですねよかったよかったですね 同じような趣向のものがもう一つございますこちらですどうぞけい、えー、ちゃんです武くんこの間に入ってということでございます何してるのは、えー、ワンオクロックの皆さんのライブでしょうねあ普通にタオルを見せて写真撮ってるはい、あ。 いやなかなかない体験ですよこれも皆さんあいいですねノリがやっぱりだけルさんもライブこの間行かれてましたよね、うん、東京ドームのああ V S かこれはバースあのマイファーストのね台湾行ってました、ね、ちょっとしたらお会いされてたのかもしれないですけ<う>、ね、同じ空間にいましたねねえ、ねはい、ただまあこうやって写真一緒に撮れたと,ということで非常にいい体験ができたのではないでしょうか。 え続いて海外の方からもいくつか頂戴しておりますのでご紹介したいなというふうに思います。まいりましょうか。こちらです。どうぞ。だん。え、砂漠ってこと？うん。楽だ？そう。一応ね、武けさんにもゆかりのある場所ということなんですよね。砂漠で思い当たるところありますか？サハラ砂漠。モロッコ、うん、そうですね。うん。 マカロンさんですお気に入りのモロッコ写真ラクダの前に座って写真撮ってるのが私でああ、えー、後ろでピース座ってピースするのが友達ラクダの前に座って写真撮ってるのは僕ですよ <laughs> 今 <laughs> 本当ですね今ねおこことこう見るたびにモロッコに行きたくなりますと,う,んということでございますラクダは乗られたんですかラクダ乗りました 乗り心地ってのはどうなんですか乗り心地は一旦置いといて砂漠の何が大変って、はい、砂嵐<ー>だからすっごい景色が綺麗なんだけどずーっと砂ぼこりが舞ってるから、うん、それが大変でしただから鼻とか口か口ら,らこうなんかすごいこうぐるぐる巻きにしてガードしない人結構きついなるほど、まあ、ちょっとその辺を思い出してもらいましょうかもう一枚写真頂い,いてますのでどうぞ。 こちらですよね。<ー>こういう景色がずっと広がってると。<laughs> ああまあそうだよね。この画角から言えばそうなんです。<laughs> <laughs> こんなちっちゃくていいんかな俺。竹竹でれないで。<laughs> 本当確かにそうですね。さっきから、うん、こんなちっちゃくていいんかな、うん。この画角でずっと。ああだ。おあのスフィンクスだな。こうここまでこれ。ドーンと気持ちい巨人。巨人だよ、うん いいですね。はい、変なコーナー。<laughs> いやそうなんですよ。変なコーナー七十四回目の竹田で。はい。で、えっ、ー、とタイトルにもありました家に部屋にみたいなとこありましたので、<ー>そういうのも頂い,いております,すスタッフの皆さんへ十九番ご用意頂い,いてよろしいでしょうか。十九番。はい。では出していただきましょうか。<お>家の中でございます。ドン。 はいえー、春キャベツさんたくさんの「サンキューをありがとう」「一緒に積み木をしませんか?」普段は折りたたんでしまってあるのを形にして積んでみました結構な量になっててびっくりですとありがとうございますすごいですねこの A で、うん、の服を買ってもらえるとまあ届くじゃないですか、はい、その届何で届くかその段ボールにこう毎回ですね <laughs> ちょっと強烈なこだわりを持ってまして。 確かに見る限り、ね、毎回違うんですよダンボールが。すよね。一番上の見て。はい、一番上のダンボール。これ去年だか一昨年のクリスマスに使ったやつだけど、段ボールがトナカイになってるってって。可愛い,い。可愛い,い。ね。あかわいい <laughs> ですね。段ボールのトナカイとダけるさん。可愛い。かわちね。いいですね。うん。 うん、ダンボールにこだわりたいというのはあのどういった思いからなんですかだってやっぱこう届いた時に、はい、まあでも逆にそれをやってるせいで、うん、多分皆さん捨てられなくて困ってるのはちょっと申し訳ね <laughs> これを見て今ちょっと初めて申し訳ねえなとは思った <laughs> 捨ててられなないくっっちゃってるそうか、うん、でもねまあそれだけあの気合いというか力が入ってそういうとこ大事じゃんこう、うん、ダンボールなんか何で届くかとかそういうところ なんか何においても大事やんって思うんですよね。なるほどだからまあファーストインプレッションがね、うん、届いた時の嬉しさっていうのは確かにありますよね。でももうかなり数を争奪戦を制していらっしゃるとありがとうございますというところでございますでしょうか。ということでたくさんの投稿いただきまして皆さんありがとうございました。した元の、えー、こたつの状態に戻しましょうか。あってこれどっち <laughs> これどっちおれ今今、ね、本物の数字？どこさんえー、どっち？どっちこれ？えーえー、さあ<ゃ>どっちでしょう？ょう <laughs> 皆さんわかりますかね？どっちでしょうね？もうん、じ若干ちっちゃいですかね？ね <laughs> 若干ちっちゃい。若干ちっちゃいですかね。はいということでリアルセットの方に移動いたしましょうか。じゃあコーナー締めと 続いてのコーナー振りをお願いいたします、えー、続いてはチョイハピーニュースお<い>じゃあ元のセットの方にお願いいたしますあいしょ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 いやいやいや非常にいやいや一緒のところに来た <laughs> こちらがあの本物のグリーンバックじゃない<え>ものになりますとはい。 えー、毎回恒例の企画でございます、皆さんから、えー、暮らしの中のちょっとした幸せをご紹介いただくというコーナーでございます。まず一つ目いはい ミウウブドさんちょやぴ2歳の娘に1年前からこいつず見せ続けていたらたけるさんのことを先生と言うようになりました <laughs> それはドラマだけに限らず CM や YouTube 見ても先生と言います、うん、また娘がどんなにギャン泣きしてても天童先生を見せると泣きやみますうんうすごいじゃないですかあ、なんかこうあの一定のメロディー聴くと「 泣き止むみたいなのあるじゃないですか。ああ、ポイズンね。ああ、ポイズンもそうですよ。竹本ピアノとかもそうでした。天童先生がもう。まあ、武尊さんがもうそうなる。泣き止んでくださるのかな。えー、それ非常に。ありがたいですね。ねすごいですね。ああまあ、一定のこう、赤ちゃんに何か訴える効果があるの。のでも,も、マジで、結構赤ちゃんにはやっぱ好かれますね。本当ですか。ああ。うん。本当に。ええ<ー>。よじ登ってくるもん。あ、よじ、ね。よじ登ってくる。<laughs> 本当ですかやすのは得意ですか全然得意じゃない本当ですかやっぱその赤ちゃんも人間なんのよだから合う合わないがある合わない赤ちゃんとか本当にもう合わないだからあの子役の方とお芝居してみたいな時がちょっと大変な時もありそうですね子役の方も本当人間だからさ 合う合わないありますよなるほど無条件でだから子供好きみたいな言ってる人いますけど、うんうん、あれはもう子供人間だと思ってない人の発言 <laughs> ちょっとマスコットで、うん、ジャンルとして見てる人の発言ですよ。というまあ「赤ちゃんには好かれるぞ」という赤ちゃんには好かれる A についての投稿が3つほどございますので。 猫川楓さんちょいハピー、はい、今年の2月に高校の面接試験があったのですが武さんパワーをもらうため去年 A のマフラーをしていき見事合格できましたお目ざしますそして今そのマフラーをして高校に通いていることもちょいハピーいやめちゃハピーです武さんパワーをありがとうございましたありがたいですね<ー>続いてクッピさん ささん椿本さんこんばんこばは,は先日 A の黒タートルを着て予告なしに長男が帰ってきたただいまと声をかけられ振り向いたらそこにタケルさんがいるではありませんか、うん、もうびっくりしてひっくり返りそうになったところ現実へ普通にうちの息子でした、うん、一瞬のせっかくでもちょいハピーおおーありがたいですね,ね<ー>これっては買い与えてるってこと長男にああまあご自身でチェックされてさんちょいハピー服に興味のない彼氏デートの日に私がおしゃれ頑張っても無反応しかし A. by T. S. のタートルニットを着た日は、お、あったかそう、可愛い,いやん。ありがとう、たけるさん。わあ。いや、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。だから、まあ、あの受験、まずね。受かっちゃったという。あ、A. のマフラーしてたら、合<ー>格したと。そして、その今、マフラーをして、高校に通いている子。うわ、めっちゃ嬉しいね。んなんか、俺が中学校の時、まあ、高校もそうか。はい。なんかさ、女の子って。うん。 全員同じマフラーしたがらないあ<ー>私のこう世代の時はバーバリーだったんだけどみんな同じマフラーをするんだけど、うん、あれは何なんでしょうねなんかこう仲間あれは今の時代も変わってないのかなチーム感仲間感でしょうかね何か同じバーバリー全員してた、うん、でも割と男もそうだったかなまあなんか大流行はありましたよね確かにねなんか 人と違うのつけたくな、なんないのかな。ああ、どこでしょうね。武井さん学生の頃は何かあったんですか、そういう。俺はもう、絶対誰も、男もバーバリー多かったね。うん、絶対嫌だから、うん、自分で、やっぱ。誰も、してないの買ってマグラしちゃましたけどうん。なるほど。うん。 だからその時のマインドがねやっぱり仲間意識というのかう不思議なもんでね,ね<ー>まあだからこの A のマフラーで通ってくださってる楓さんは間違いなく多分他とかぶってなさそうだからかめっちゃいいっすね,ね<ー>めっちゃいいっすねうんだから A がねあのアンサーの A だという話もありましたのではい、はい、だから受験にはなんか結構いい験担ぎというかねなのかもしれないですよね、うん、まあ、うん そういう効果はもう出てますね。出てるんですか。はい、<laughs> ご存知も。はい、そういう効果はどうやらあの証明されてるようです。本当ですか。栄養、はい、を身にまとって受験すると受かるっていう効果があります、ね。<laughs> いやあ、そうですか。はい、まあ実際に今証明されたわけですもんね。そうです、ね。ご投稿いただいて、はい、あとまあ一瞬武さんに見えるという投稿も、ね。息子さんが。いやいやいや。 いやまあ黒タートルでねピシッとしててうん相変わらずタートルはお好き武田さんはうんあったかいしあ今日もそうですよねター,タ,ータートルタートル着てらっしゃってまあなんかいいよねやっぱこう仕事でもさこう、はい、なんつうの黒でピシッとしたハイネック着てスーツ着てる人って 無条件で仕事できそうだもんね。うわわかる。確かにそうですね。いやもうなんかいいんだよ。全全員来たらいいと思う本当に。一個こう背筋が伸びてるから、ね、シュッと見えますよね確かにね。うん、そうなんだよ。はい。A にまつわる投稿を頂戴いたしましょう。はいす。これまあ三つを渡しますが一つずつで結構です。えー、リーさん、長谷比、武田、うん、さん、椿ばもさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日某険の謎解きで。うん。 タケルさんをお見かけしましたおおまさかの場所でお顔が見られてちょいハピー<お>ならぬめちゃハピー、うん、その上ぶつかってしまい <laughs> すみませんと声をかけていただき腰を抜かすかと思いましたこれからもタケカツと謎解きを楽しみます <laughs>、うん、誰じゃこんなことがあったのかリーさん,んえー、どこでどこで見たんだろう気になるしかもぶつかってる<ー>で俺がすみませんって言ってるんだ やっぱ夢中になっちゃってちょっと後ろなのか横なのかね<ー>ぶつかっちゃったってことでその声をかけていただき腰を抜かすかと思いましたってことはもう、うん、ぶつかった瞬間すごいハッて思ってるわけじゃ、うん俺気づくけどね普通はあ本当で,すかでもそれやっぱり謎解きしてるからじゃないですかちょっと意識が <laughs> <laughs> 謎解き中ってことですかじゃないですかあ,<ー>あ<ー>いやいやいや,いや<ー>違うと思うよ 本当ですか、うん。並んでる時とかだと思うよ。へでも、相変わらずプライベートでも謎解きは行かれてて。もち,もちろん、もちろん。今年も結構行かれたんですか。うん。全部行った。全部。うん、<laughs> 全部行きました。全部、うん。うん。基本的には全部行った。すごいですね。ええ、うん。もちろん、来年もその計画は。いや、いや、あのー。 新作があるならね。うん、新作が出続ける限り私は通いますよ。なるほど。まあ、その夏時に関する姿勢は来年も変わらずと変わらないということでございますね。うん、続いてまいりますか。にゃおんさん。ちょ、はいハピ。息子が美容室へ行くというので写真見せて佐藤健になってこいと指令。<laughs> 写真通りにカットして帰った息子を見てちょいハピ。そんな息子は二十九歳。いいですね。素直ですね。 うん、どの頃なんだろうね私もいろんな髪型してきましたから、うん、どの頃の写真を見せてたのかっていうことですけども髪型はやっぱり役が、あのー、ずっと重なってるとなかなか自分の髪型っというのがねまあ自分まあないけどねその自分の髪型なんてものはね本当ですかなんかこんな、うん、あのヘアスタイルとか色にしたいみたいなんてそんなにいいですかうーん なんかもしこの仕事してなかったら、うん、なんかロン毛人縛りにしてたかもロン毛人縛り武士みたいなへえそれまたなんでそうしたいんですか武士だからおっかっけ武士だから、うん、あなるほどそうまあでもまあその曲げの方向もあるじゃないですか武士だといや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  その嫌でしょうまでは <laughs> 今はね、うん、中づりは嫌でしょまあ、えー、嫌ですよ、えー、ロン毛には憧れがあるというか憧れつうかなんかこううん,うーんあのー、楽そうじゃん意外とおおひと縛りにしてればいいからうんうん、まあ、洗うのだけ大変かっていうイメージはありますけどねまあ確かにね、うん、確かにね、うんうん 興味深いけどな自分が役者やってなかったらどうなってたんだろう確かに、まあ、髪型に限らずの話ですね,ねどんな服装してたん,たしてたんでしょうか、ね、あります写真見せてこの人みたいにしてくださいって言ったことあるかないんですよね。ありますだけどまあでも毎回そのいわゆるこの今なんつうのリリファレンスって言うんだけどうもうこういうのは水見せますよ、うん、それは服もそうだし、うん あの髪型ももモチロンするし、こういう感じっていうのは見せますよ。うんうん、なるほど。まあそのイメージに近いものにしないとってことですもんね。イエス、なるほど。ありがとうございます。チャンリエさん、はい。超ハピ、街を歩いてたり、車を運転してて横断歩道や信号に一度も赤信号で引っかかることなく目的地までたどり着けたときは今日一日いい日になりそうで超ハピになります。たけるくんや椿本さんもそんな経験ありませんか？うん。おお、めっちゃ超ハピっぽいのが来た。 いや、めちゃくちゃ大変いいですよ。はい。ね、どうですか。だって、この信号で到着時間5分は変わるもんね。そうですね一発信号に。引っかかるか、引っかからないかで。うん、うん、わかる。これ抜け道をぐいぐい行くタイプですか。ああ。抜け道はぐいぐい行くね。本当ですか。うん、へえ<ー>。うん。止まってらんない。<laughs> 止まってらんない、うん。止まってらんないね。ぐいぐい行く。本当ですか。うん、えでもナビは使う。ナビは使う。あ、なるほど。ナビ使うねいや。ナビで割と一番早いルートで。うん、すごいタクシーの時とかでも割ともう,もう、ね、指令指令等のように。うん、そこ右いてください。とかやるね。うん、確かに。 タクシーありますね。まあ、あの、ベテランの方は、もうね、頭に入ってるかもですけど。実は、というところありますからね。はい。というような、ちょいハッピーたくさんいただきまして、ありがとうございました。あるぞ。コーナー締めと、続いてのコーナー振りをお願いしていいでしょうか。ええ、ちょうやぴニュースのコーナーでした。続いては。台本がどっか。この一番下。この後ろ。はい。これか。はい。続きまして。うん。お待ちかねですよね。うん。

押し迫っておりますので、うん、その通りどうしようかという相談をまずしたいですね、えーえー。今年の感じ的にまあ総括として書くか、まあちょっとフライングで来年の思いを書くか。うん、ああ、どっちがいいでしょう。うんどっちでもいいっす。<laughs> <笑><笑>じゃあ豊富しましょうね。豊富。抱負うん、どういうこと？来年の20ああ2024年の豊富でいいのもうんじゃあ,、うん、あ2023年のことはもう。 忘れて一旦いいんじゃないですか2024について書くでいいねもうもう、はい、一応これまで何書かれてきたのかというのをまとめておりますので一応おさらいも込めてご紹介いただいていいでしょうかはい,はい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 めということでは<ー>いはししいはいといは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  2012年から毎年してるんだ。そうですよ。2012年、13年、10年、10、16じあ、毎年やってんだね。はい、だからここに2023はなくなりますってことで。2023はなくなります。いやいやわかんない。あどうしましょう。それはもったいないですね。でもね。いやいやいやもういいよ。<laughs> <う>いやいやいやちゃんと考えたいな。終わりにしようぜ。いやいやいやうこういうさなんかなんか。なんか 意味のない伝統みたいなありますありますむちゃくちゃあるんすよみ、うんな楽しみにるだって2012年のさ2012年保湿って書いてあるじゃないですか、はいうん、俺今今年保湿って書こうかなと思ってたの危ない危ない <laughs> 危ないですよ何も変わってないですよ、うん、やっぱ人間そんな変わらないからね十年ね十年超えてまたいろいろ書きました保湿<な>クローバル、ねうんうん、グレーゾーン、うん、新居 新技、働く、ファンサ、うん、新時代、謎解き系ユーチューバー、<れ>ゼロ、サラサラ<ー>、うん、印象に残ってるものありますか、うん、まあ2020年でまあ転職したん ってことになりますから転職っていうかってますよその書き方を言うから野月ユーチューバーに変わったという天気 <laughs> という意味では2020年は非常に今日もそう覚えてますけれども確かに謎解き系ユーチューバーと書いてその後の謎解き系ユーチューバーとしての活躍そうです,よすさまじいものがありました2023年じゃあ,、まあどういう年だったかってことを書きますかねじゃあそうしましょうか ね、せっかくこう連綿とつながってきてるわけですからうんう、うんうん、2023年の総括ということで頂戴できればなというふうに思います書道、えー、セットがいつもの通り、うん、あの紙手の棚に入ってございますので紙手、はい、ここ、はい、ちょっとすいませんご自分でセットしていただいて塩 <laughs> をしたためていただければなと。 いうふうに思ってございます。うん、結構ね、だからもう10年、10年以上書いていただいておりますから。書いてますね。ええ、危ないところでしたね。えー、い10年以上書いてるし、うん、毎年言ってるし、うんはい、その今年も言うんだけど、はい、俺は学生時代、はい、習字の授業が一番嫌いだった。<laughs> 大っ嫌いだ。 毎年聞いてると思うんですけど、なんで嫌いなんでしたっけ？えっとまずその筆なんか筆をさ洗わないといけないじゃん。だってそれがやだ。うん。をなんかこう準備が必要じゃないですか。筆を洗って乾かして。うん。今やペンだ鉛筆だっていうのね。うん。すごい汚した時期がもうぐっちゃぐちゃ。うん。 <laughs> でも一年ぶりに使いますからこれでしか使わないですから、ね、これこの上で書いたらきちいいやあ2023年どんな年だったのかあのー、ご覧の皆さんには何を書かれるのかというのをちょっと予想してですねお願いを頂戴いただきたいなというふうに思ってございますうわーきっちいこれ。 皆さん意味はありますって強い口調で言われてますよどういうこと意味はあるってさっきね書き初め意味がないというおっしゃってましたけどどういう意味があるのよ教えてくれやっぱり皆さんあれこれって右にあるんだよね右ですねわせちったよ全部わちったわちったはいはいはい何書こうかな今まさに考えながら皆さんの様子をちょっと見てみようかな見てみます健康継続は力なり 手術、あ,あもう手術しましたよ、ね、ああからね<躍>、うん。飛躍、うん飛躍、いいですね。<laughs> 精神統一、国交、お国交、ここ健康、かん解決回復 <laughs>。結構こうスタンダードのあの二文字の方向であるとかの文章をねされてます。飛躍とかはその漢字がまず難しいから絶対書かないよね <laughs> そういうのは。<laughs> ちょっと待ってくれマジでこの髪がボッコリしてんだよけど <laughs> どうしようこれはいはいはい結構ね皆さんいいと思いますよ、うん、転職あ転職って書いてます、ね、転職、うん、さっきねユーチューバーの話もありましたからうん,うん俺なんか今年あったっけな体感としてはお忙しかったいやーまあそうね 一生懸命やってますけどね。何文字かっていうのもまだ。ちょっと考えてる感じですか。そうね。うねなるほど。ああ、さっきの話を受けて挑発っていう人がいますね。挑発。<laughs> ああ、武士っていう。武士ね、ロンに、ロンのしてたかもしれないっていう。安全第一。なるほど。 まあいいですねこれドキュメントでマジで考えていただいてますんで皆さんどんどん予想をね頂戴できればと思いますあ謎ねああなるほどシンプルに謎と予想されてる方もいらっしゃいますすっごい書きたい言葉がいろいろ浮かんだんだけど、はい、やっぱ難しい漢字だと書けないわ、うん、ああなるほどやめようだからやめない <laughs> やめようやめないなんか調べましょうかスいいや大丈夫じゃあ大丈夫大丈夫ですか簡単なこと書こう思ってたやつと違うこと書くっていうことになってきますけど嘘書こうまあそれもね定めなのかもしれない今までだからやっぱらがなとかカタカナばっか書いてるもんね確か書けないから俺が漢字をアホだから結構まあスマホ文化になってね漢字忘れちゃいますもんねなんか自分で書くっていうのは。 めちゃくちゃ考えてますね、えーえっと、何を書かれるんでしょうか2023、まあ、総括という意味で書いていただきますそうだなああ麦田とかねなるほどえっと友達の友一文字っていうのがありましたね、えー、武士ねなるほどあ健やかまあ武さんの武という字もそうですからあ書き始めました 2023の書き初めでございます今まさに武さんが筆を走らせていらっしゃいます何を書かれるんでしょうか皆さんにはできてからのお楽しみということでちょっと映さない角度で撮らせていただいてますけれどもね春、おなるほど、うん、あ千鳥のノブさんですねノブっていう書き初めでねさあ、すごい 体の動き上半身目いっぱい使っていいですねここまでこうあのグルーブのある書き初めなかなかなかったですよ今までは、うん、めちゃくちゃ書いてる、ね、すごいですねさあ何を書かれるのでしょうか今結構書き進めてらっしゃいますいいですね皆さんの予想当たってるんでしょうか なるほど先ほどの話から受けて天道と、ね、いうのもございます天才ははなるほど魔王はは一期一会ってねここへ来て普通の文字もありえるかもしれません結構今までにないくらい時間をかけて武雄さん書かれてます集中力すごいですね すすごいですよあちょっと納得いかない部分あるんでしょうか今何にも見えてませんからご覧の皆さんも何を書いてるのかすごいですねこんなに時間かけて書いたことは今までないですよあんなに嫌だっつってたのにできましたということで2023年押し、えー、<laughs> 迫ってまいりましたが書き初めということで。 あとタケルさんの作品ご紹介いただきましょう。お願いします。ググググです。すげえ。絶対当たらないですね。これは。これな、ね、これはどういうことでしょう。ググ。こちらこれはあの。だから。はい。人がジャンプする直前のこのグッとこう、はい、グッとしてる。 ところです <laughs> 膝に力溜めてるパワーを貯めて、うん、今にも飛ぼうとして、うん、ググっとしているところですけどもなるほどこれ人間いうこ,とです、ね、これは人間というか、ね、まあ僕ですねあ武さん自分こちら当たった人いりますかね <laughs> わけないでしょう <laughs> <laughs>、えー。いやこれは予想だにしなかったです はい、すごいですねこれも何か意味合いというか込めた思いっていうのはあるんでしょうかいやまさに2023年はこの年だったというググの年ググの年だから将来への飛躍に向けてちょっとそうですね来年以降の、うん、こうジャンプに向けてのこう力を蓄えている年というなるほど、ね、ただその,そのググっと力を蓄えて非常に まあいろんなこう重重さものしかかってきてこの膝は大変ググっとして苦しいんですけどあの楽しい年だったんでにっこりしてます。あ本当ですね笑顔が見えます。笑顔ではな何かこう将来で向けてね思い馳せてらっしゃるようで非常にいい年だったなっていう年でもあるので。なるほど。表情は柔らかい。いいですねなんかこうじゃこれから に向けてなんか期待できるようなググそう,そう、ね、いう感じですよね。そう思っていただけると幸いでございます。ということで2023年の書き初めはググでございました。皆さんありがとうございます。うん、ということでけるさん、ええ、あっという間にも1時間。あっという間ですね。早いですね、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。 えー、今回もですねたくさんの投稿を頂戴いたしましてありがとうございましたエンディングでございますけれども、うんえー、投稿いただいた皆様の中から抽選でいくつかプレゼントをご用意いただいております、はい、ご紹介いただきたいなと思いますまず武尊さんのお手元というのはテーブルの上ですねますがございますけれどもちょっといい取って頂い,いていいでしょうか、ね、武尊さんこれかなり激レア ね、これはめっちゃ激レアじゃない、えー、リボと娘のブルースファイナルえ、記者会見の時に鏡開きをした際のマスだそうでございますマ<ス>こちらを一名の方にプレゼントしたいなというふうに思っております<ス>もう焼きでインガー、ねね、入ってますよねこれ日本酒を飲んでください素晴らしい いいいになる名名の方 1> 1名の方方でございますまず抽選しちゃいましょうか、うん、先ほどあの武尊さんが読まれたちょいハピンもお預かりさせていただいて一緒に入れちゃいましょうかそこにたまってるやつ、ね、いいかはいはい、はい、じゃあお預かりします、はい、いやー、まあ、ちょっとね抽選箱用意いたしますのでその間。 あ他のものももご紹介させていただきますか、うん、まず、マスを抽選させていただきますけれども、その他その他タケルさんの後ろにございます、ノートと、えー、ポストカード、わ<れ>かりますか、ギボット娘のでございますこれ、ノートなんだ、はいこちら、ノートなんだ、これ、台本ですね、はい、我々が使ってた台本、台本かと思ってたわ、でもそれがノートになっているっていうね。いいですね、うんうん、ノート とまあ、ポストカードみんなが写ってる、はいる、ねはい、それを4名の方にプレゼントしたいなというふうに思ってございます。そして,そして武井さんの後ろでございますね写真がいくつか飾られておりますけれどもれ、はい、その中の一番下の列のセンターこ<れ>、はい、先日神木さんと配信されたときに撮られたサイン入りチェキと。お いうことでございます。ちょっとこれはめっちゃレアじゃないですか。ね、寄れる範囲で映ってしましあのー、日の一昨日、そのクリスマスの時に YouTube で配信しますた。上木と謎解きしてきたんですけど、タンブルビードで。うん、配信されましたね。その,その時に取ったチェキ三入り。すごいこれはレア。これは嬉しい。ということで、はい、年末おばんぶる前、これだけのプレゼントをいゼ 皆さんにプレゼントしましょう。しましょうということで、ええー、抽選箱を用意できましたので、まずマスからってみますから。いってますから。一名の方でございます。マす。ええー、ますは。えー、リーさんです、おめでとうございます。ますこれは。 後々椿本さんから DM がいくのそうですよくご存知で後々ご説明させていただきますので後々椿本さんから私の X のアカウントから連絡させていただきますのでじゃあ次はノートとポストカードのセット4名の方ですノートとポストカード4名ノートとポストカード当選者はあゆさんおめでとうございますにゃおんさんおめでとうございます ミーブドウさん、うん、マサミンさんおめでとうございますはいラストじゃあラストこの神木とのチェキねやばい神木とのチェックは春キャベツさんですおめでとうございますおめ当選された皆様には私の X のアカウントから、えー、連絡させていただきますので、はい、怪しいものじゃないので、はい ブロックとされてましたら解除していただけ、はい、ですねというふうに思ってございます,ますさあ武さんあっという間でございます,すお疲れ様でしたお疲れ様でした,お,でしたお時間となりましたねはいってかあれか良い音しようだね本当ですねもうそうなるかな2023えーまあえー皆様の、えー、おかげで今年も私楽しく えー、仕事ができました本当にありがとうございますいつもありがとうございます、えー、こうやって今年はですねず,っと,ずっとググっとしてましたんで来年以降皆様に、えー、楽しい、えー、ご報告ができるかなできたらいいなと思っておりますので、えー、楽しみに待っててくださいでは、えー、今年もありがとうございました良い,よいよ年を迎えてくださいバイバイ